スポーツって人間の人生に本当に潤いを与えてくれる素晴らしいものだと思うんですね。もともとサントリーに入ってる理由っていうのも本当にお酒が、ウイスキーが好きだったっていうのがまず根底にあるんですよ。私はまず、ラグビー選手として採用されるんですけども、そこからラグビーをしながら、仕事をするという形になりました。で、午前中にまず、12時とか1時ぐらいまでは仕事をして、午後、グラウンドの方に行って、ラグビーを、午後にしっかりやって、で、また夜、もう一回仕事に戻るという、そういう形ですね。サントリーのラグビーは、社員の活力をドライブすることと、あと、サントリーのスピリットを体現するという、そういう役割を担っています。どうなりたいかっていう目標があれば、頑張れると思うので、僕、ラグビーもそうなんですけども、ラグビーでワールドカップ出て、もう勝ちたいだけじゃなくて、勝って、その後、ラグビーはどうなりたいかってことを考えれば、力出ると思うんですよ。ウイスキーもそうで、勉強したことによって自分がどういう姿になりたいのか、そういうことを考えてやってます。仕事をトップを目指しながらも、ラグビーでもトップを目指す、それができるのって多分サンゴレスぐらいかなと思ってるので、非常にチャレンジャーだと思って常に頑張ってます。